あ、審査員はまだ見てたそうですいい、私審査員やってもなんかみんなピピ恐ろしいな、なんかはいこれって言ってパローとか言って嘘です嘘ですよ、あの公明正大にね、あのやりますので、ということで今日ちょっとあのいろいろとこう、はい、ね、ヒントになるところがあったのではないかなと思うので。違うもんやね。違うね、だっていつもあんな風に撮ってなかったもん。もうそのなんか下から撮るっていう風にね教えてもらったもんですから、確かにねちょっとその角度が変わって見えるんだけど、でもやっぱりなかなか難しいですよ ね。ケージの中ではじっとしてるけど、外ではね、それから動画も低い位置で撮りましょうって言われたけど、低い位置で動けないもん、こっちが向こうが動いちゃうから、そうさ、それなかなか難しいなと思うんですよね。そうそう、口とか鼻は今母ちゃんが言ってますけど、可愛く映りますね、あのうまく撮れた場合はねはい、はい、ということで、はい、愛太陽さんのブログの紹介ですね。今あの画面の方に出てると思いますけれども、はい、こちらを、見ていただくとですね、その辺のことがあの詳細がね書かれていますので、ぜひこちらのブログもご覧になってください、はい、ということで皆様からのね写真をどしどし、どしどし、はい、この1週間が勝負ですよ皆さん、ね、もう昨日、先週お部屋は綺麗になったはずなので。いやまだなってないんだよなってないのリー様そう大丈夫大丈夫、部屋まで映らないから、あのグッズになった時の話ですよ、そこでは見えませんのでね、うさちゃんさえきっちりと、はい、撮れればバッチリなので、はい、どしどし送ってください、はい、お願いします、はい、ということで、はい、次のコーナーは何かな。あ、はい、ここで一旦何でしょう、 CM です。はい戻ってきました。ということで、うん、だんだんスポンサーが増えている？増えてる？うん、増えてる？ホテル？ああホテルね。ホテル前からだよ。うん。うん、はい。よし。よし。次行こうか。今のなんか不自然な会話だったな。はい。はい、では、みんなの投稿のコーナーです。はい、今日も皆さんからたくさんの投稿をいただきました。ありがとうございます。はい、じゃあ順番に紹介していきたいと思います。はいはい、まずはガジュさんからの投稿です、はい、今回はパパが会社の帰りにクズの葉を摘んできてくれました。ほうほう、クズの葉はマメ科の植物で、うさぎさんたち大好きなんですよ。マルも大好きで、特に乾燥させたものよりも、取りたて新鮮が大好きです、はい、
あっという間に食べてしまいますよ。はい、はい、じゃあ積んできたんだパパがね、うんうん、はい、早速お願いします、はい、お願いします。もうあれだ、綺麗な色だね。本当にすごいじゃん、うん、美味しそう、美味しいですね。あの生えてるやつだよね。だってパパ摘んできたよく生えてるやつだよね。そう、クズの葉って生えてない？わかんない、見たことないよ。いや見てないからかもしれないけど、美味しいんだ。どこにでも生えてますって書いてある。美味しいのかな。もしゃもしゃいってる、うん、上手に食べるね、まるくん。ね、うん、なんか途中であのリンゴのさ、皮むきじゃないけどピチッて切れそうな気がするんだけどすごく最後まできっちりと、うん、あ、すごいすごい、ほら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 、全部口の中に吸い込まれていくよ。うん、相変わらず食欲すごいね。うん、いや完食しました。あ、まだ下に残ってたでもすごいちゃんと食べるもん。あっという間に食べちゃう、上手に食べるね、ね、うん、ガジュさんが言って、あっという間に食べちゃう、面白いですね。あれ茎も食べちゃった、うん、あれちょっと下残ってるよ。どうするかな最後。すごい畳み込まれていく感じねえ、全部食べるんだって。すごいすごい、本当だすごいじゃん、本当だ、無駄なく全てこれはお土産に持って生きた甲斐がありましたねあ、ごちそうさま。ごちそうさまーって。おー、素晴らしい。しっかりした子やね。ねえ、本当いつもね、上手に食べますね。見習ってもらいたいな。食べれるんだ。あっという間ですって書いてあります。そうそう、育ちがいい。ね。ね。やっぱり。日頃のあれかな。あれだね。うん、あれだよ。なんだあれって。じゃあ次行ってみましょうかね。はい、次はですね、母ちゃんからです、はい、お昼寝の動画なのですが、平和で可愛い寝顔からそうではない方向へ変化する動画。ん、うん、どういうことかな。ちょっとなんか、え、ん、あ、なんかわかんないけど一瞬見逃したでしょ、うん、今日二人とも黒い服だからってそういうこと。え、でもこれね、うさぎ先輩黒じゃないんですよ、微妙にね、こう、うん、どっちかっていうと、うん、でここにラインも入ってます。それは見えます。まあそんなことはどうでもいいけどまあまあ、まあ、すいません。じゃあ早速母ちゃんの動画いきましょう。あら緊張さそうこっち見とるよね。ねえ、母ちゃんも上手に撮りますね。ね、うん、どう変化するんだろう。いや、寝た。え？なんていうの、向こう側にあるあのフェンスっていうか、なんか水玉模様のなんかついてますよ ね、 ね、あれなんでしょうね。